様、こんにちは。タロット歴24年目のモーゼ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。私の声が、とても小さく聞こえるかもしれません。申し訳ありません。気管支が弱いためなかなか大きな声が出せないんですけれども、マイクを使いながら、そして大きな声で分かりやすくお話しできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、いつも見ていただいている皆様、どうもありがとうございます。また本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はね、双子座の満月が11月30日月曜日、18時30分に起こるんですけれども、今日はその満月リーディングをしていきたいと思います。今回の満月は、特殊です。とても特殊で、どう特殊かと言いますと、まず月食が重なっています。そして、ですね、来年2022年の5月26日の月食になんかね、つながるための情報が今回入ってくるのかなっていう感じなんですね。それで今回は満月です。なので、どんなことを終わらして、どんなことを手放すことによって、あなたがどんな情報を得ることができるのか、自分にとって知るべき情報、必要になる情報、それがどんなことが入ってくるのかということも含めて見ていきたいと思います。で、手放す、どんなことを手放すと、手放しはここで見ます。どんなことを手放すとどんなことが手に入るのか、ここはねすごいいっぱいあるのこういう感じで今日はね3択で見ていきたいと思います。満月の時は特に、シャンプーをする前に頭皮塩シャンプーをしていただいて、そして湯船にはお塩と日本酒をたっぷり入れていただいて浄化していただくと、より満月のパワーなども受けやすいですし、いい意味のねエネルギーを受けやすいですし、あとね、とにかく満月の時皆さんの気が高ぶります。喧嘩しやすくなってしまったりとか、イライラしてしまったり、だからもう本当にゆっくり家で過ごすことをお勧めしております。はい、じゃあ今日は3択です。選んでいただきたいのは一番左の方、黄色、こちらが1番、真ん中のピンクの方が2番、そして一番右のブルーの方、こちらが3番のなっております。1番、2番、3番、1番がねこれなの、1番、2番、3番、こちらからお選びください。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の黄色の皆様お待たせしております。はい、じゃあまずはこれね、手放しですね。どんなことを手放せばという手放し。ワンちゃんが出ましたね。手紙。これがね、手放しとして出ました。そうね。まず考えられるのは、手紙ってね、情報のカード。で、今回は双子座の満月だから、双子って情報を表すんですよね。すごく、大まかに分かりやすく言うと、双子座の人って、すごい情報収集が上手なんですよ。というぐらいのやっぱね、情報量っていうのがあるんですね。でこれは手放しなんですよ。でワンちゃん、ね、人間関係とか友達を表します。で手紙、情報、ネット、家、これね、家での無駄な SNS、 例えば LINE とかね、こう表付き合いだけの連絡ネットワーク、これをね手放した方がいいと出てますね。それがいわゆるこう、まあね、こう家にいる時そうですよね。まず思う。じゃあこれをね手放すことによってどんなことが手に入るのかということで見てみましょう。魚、自由とかお金ですね。逆にお金入ってくるんだね。なんか生き生きとできるのかな。花、恋愛だね。いいじゃないですか。手放すべきものは、これ家っていうカード出てるんだけれども、家にいる時の無駄な友達、無駄って言ったらごめんなさいね。でも手放すっていう意味でちょっとその言葉を使わせていただこうと思うんですけれども、無駄なお友達とのやり取り、 SNS、ネットワーク、それを手放すことによってあなたはお金、恋愛、仕事、手に入るよってごめんなさい、出てる。すごいね。じゃあちょっとね他のカードも一緒に見てみますね。じゃあちょっと重ねてどんなことがじゃあね手に入るのかということで、じゃあねこちらも、カードを見てみましょう。今日もね咳が出てしまうのごめんなさいね。フリーダム、自由だね。これ手に入れることね。やっぱこういかにこうなんていうのかな、見えない部分で束縛というかね、それがあったのかな。コミュニティなんかね、逆にね新たな真のコミュニティに出会えるんだね。なんかもうすごいあなたの可能性が引き出されるんだね。いや、むちゃむちゃいいカードですよね。じゃあちょっとね恋愛もね、どういうことがあるのか見てみましょう。ここをね手放すことによってということで、手に入れれるもの、情報も含むということで、またね来年の5月までねつながっていくからね。今日というこの満月がね、これかな。はい、ファミリーイシュー、なるほど。はい、リリース。これを、読ませていただくとですね、新たな恋愛がこれ手に入るんだろうね。なんかね、ここでね花っていうカードも出てましたよね。手に入れるって、これもうズバリ恋愛のカードなんですよね。好きな人とか恋人とかがあなたにできるんじゃないかなっていう感じがする。でこれ手に入れれることなんだけれども、きちんと家族、実家なんかも含めなんだけれども、家族にきちんと向き合うことができる時間がある。で今まで家にいたかもしれないけど、なんていうのかな、個々だったのかなって気がするんですよね。それがきちんと家族の悩みなんかも含めて共有できるようになったりとか、逆に手に入れれることで、ここリリースって出てるんだけれども、あの人のことをいい意味で執着がなくなる。ここで縛られていた時よりは、あなた自身の恋愛観も含めて、人と比べることとかそういうことも含めて、そして執着していたあの人のこともいい意味でこれね、離れることができるんだと思うんだよね。で、そうすると新しい恋来るよみたいな。なんかいいことだらけですね、この表だけのね、ネットワークをね、いわゆる手放すことによってこれだけのこと手に入るよと出ている。じゃあこれね、今回の満月の過ごし方ということでのアドバイスを引いていきたいと思います。すごいね、満月のカード出てるね。じゃあちょっとこちらからもね、1枚カードを引いていきたいと思います。If you believe、このカードが今回のね、アドバイスとして出ました。まず今回のね、満月、できれば外に出ていただいて満月のエネルギーを浴びていただきたいなっていう感じ。そうすると自分の中でこう確固たる何かインスピレーションを得ることができて、そうすることによって自分自身を信じるイコール夢が叶うみたいな、そういうとてもね、これはいい流れですね。で、これ自身なんかすごく豊かっていう意味もあるんですよね。なんか自分がこうなんかとても満たされている、とても幸せ、そういうことも含めてこの満月っていうのはこう信じることができるようになるきっかけになるのかな。なんかこれ素敵なカードですよね、両方ね。なんかとてもなんかね、ぜひともこの月の光をね、しっかり浴びていただきたいなっていうふうに思いました。じゃあちょっとまとめますね。このね、手放すところがここ、そしてあとは手に入れれることっていうことで、これだけのカードを出させていただいてるんですけれども、なんかこうネットだけの友達、それね、特に家にいる時というのは、ここはまず手放しましょうと。そうすることによってあなたは自由さ、お金、恋愛、仕事に集中できるっていう意味もあるし、恋人ができる人か、恋人とさらにラブラブになる、そういうことも考えられるとまず出ている。そしてここでもね、新しい自由とかね、新しいコミュニティとか、そしてあなた自身の潜在的な力、それがね、すごいやっぱね、手に入るって出てるんですよ。で、恋愛っていうのもきちんとお相手様と向き合うことができたりとか、悪い、なんかね、辛かった恋愛とか、なんかこう執着を手放すことができる。そしてもしかすると新しい恋愛で、もしかすると今の恋人なんだけれども、変な執着が取れることによってあなた自身がやっぱりこの人を大切にしたいみたいな、そういう気持ち、それがしっかりと生まれてくるのかなっていう感じがする。で、アドバイスが月の光、ぜひ浴びていただきたいっていうことと、そうすることによって自分自身をさらに信じることができる。これがね、やっぱり来年の5月の流れにつながっていくのではと思いました。これが1番の黄色の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。じゃあ2番のピンクの皆様、お待たせしております。まずこちらのカードでは、今回の満月で手放した方がいいこと、まずこちらのカードから見ていきたいと思います。鳥というカード、これもコミュニケーションだね。れは星ですね。鳥と星。おお、ここで花が出ましたか。ああ、もしかすると2番の皆様はちょっとね、こう辛い恋愛とか片思い、復縁を含むなんだけれども、こうそういう恋愛をもしかしたら今してるのかなって気がするんですね。で、どうしてかっていうと、例えばね、会えなくなってしまったあの人のね、SNS とかネットでいわゆるね、大好きなあの人のことを調べちゃう、見ちゃうということが多いのかなと思ったんですね。これを今は手放した方がいいよと、どうもね、このカードはね、言ってるような気がするんですよ。なんかこう、そうね、鳥が出てるからね、ちょっとそういう意味のこうネットの内容なのかなっていうふうに感じました。じゃあどんなことが手に入るのか、これをね、手放すことによって、じゃあ見てみましょうね。ポロンときたね。採用しましょうか。ネズミ。同じカードが出たね。で、ここでも鳥、ここでも鳥。でもコミュニケーションの質が多分ね、違うと思う。なるほど。今ね、スマホがあるからね、どこでも情報は仕入れることはできるんだけど、きっとその使い方とか内容だと思う。ここで無知か。なるほど。まずね、こういうカードがね、出ましたね。手に入れる。ああ、すごくね、すっきりすると思うよ。今って確かにやっぱりそうね、会えなかったり連絡取れなかったりとかね、するとやっぱりその人のことって気になりますよね。片思いとかも中もそうなんだけど、だからどこ行ったのかな、何してたのかなとか、やっぱりこう追いかけちゃう。これはなんか芸能人とかも言えるかもしれないですね。今日ね、あの人どんなドラマの撮影してたのかなとか、私ちょっとごめんなさい、芸能人とかをこう全くフォローしてないのでわからないんですが、そういう感じとかもあるのかな。だからこうそういうふうに、ね、見たり追いかけたりするのもいいんだけど、でも今回の満月を機にそれを手放してみましょうかと。そうするとあなた自身がなんかね、いかに心の中、体がすっきりするか、そしていかに今まで無駄なお金、時間を使っていたかっていうことが分かって、すっきりした心が私はね、手に入ると思う。そして自分にとっての有意義な情報、今まではこう追いかける、ただこれアクティブって言っていいのかな、アクティブな情報を追い求めていた。でもこれからはあなたの身になるための情報、選んで厳選して入ってくるような、そういうものが考えられるのかなというふうに思いました。じゃあちょっとね、恋愛の流れなんかも含めて、もう少しじゃあ手に入れれるものということで見ていきたいと思います。同じ情報でも質が違うものに変わっていくような気がしますね。出た。これ2枚ともちょっと採用させてください。フォーギブネスとボヤージュというカード。ね、これ2枚、まあちょっとトータル4枚ね。やっぱりね、今までピンクの皆様ってこう、情報を得てたんかもしれないんだけれども、こうだからって言ってこうそこからこう動けるような状況ではなかったのかなって気がします。でも今回情報の断捨離、それをすることによってやっぱりね、あなた自身がで今まで、ね、止まっていた心がなんかね、本当にこう平和が訪れそうだよね。そしてこう本当に気持ちが楽になって、こうある意味情報に支配されてた部分っていうのがあったかもしれないけれども、本当にあなた自身がこう自由に動ける、行動できる、そういうね行動力も一緒に手に入ることができるのかなって気がします。ね、この「許し」というカード、許す許す、なんか自分自身をかなって思いました。なんかね、すごく本当にこうアクセク頑張りすぎていたのかな、あの人のことが知りたいとかね。でもだからって言ってそれでこうやっぱ深い満足感が得れたわけではなく、それをなくすことによって本当の意味であなたの心の平和、そして実際に行動ができる行動力、それも手に入るような気がしますよ。じゃあね、恋愛の流れがどう変わっていくかというのも見ていきたいと思います。すごいね、ベリースーンが出ましたよ。やっぱりこうね、こう、無駄って言ったら失礼なんだけれども、ここでね、そういうカードがねちょっと出てるので、あえてマイナスな言葉で言わせていただくと、ね、そういうこうね、身にならないネットワークを話すことによって実は恋愛を引き寄せることができる。ハネムーン出たね。ここでボヤージュも出たしね。なんか旅行ね、あの人と過ごせるのみたいな。ああ、これはいいですね。実際にこれフェイストゥフェイスだよね。今、ね、例えばいろんな好きな人がいたり、ね、例えばまあ芸能人も含むっていうことを私は今見させていただいてるんだけれども、もうこれを手放すことによって、ね、情報の断捨離をすると得れるもの多いですね。ね、心の平和とか行動力とかもそうなんだけど、ね、ここに2枚この、ね、旅行のカードが出ましたよ。そう、実際動けるっていうふうに私はまずここでは解釈したんだけれども、恋愛の流れでどうなるかっていうと、逆に会えるとか出会える、なんかね、あの人に大切にされる、それがねすごく出てますよね。そしてあの人と、ね、2人で過ごせるっていうことも考えられるし、旅行に行けるのかなとかね、そのすごく接近してますよね。そのお相手様、恋人かもしれないし好きな人かもしれないんだけどね。で、新たな出会いもこれねすごい考えられる。そしてここではやっぱりこうフェイストゥフェイスの大切さ、ね、実際に、まあ、もちろんね電話で話す、 LINE で話す、ね、動画で話す、ね、あの人のことを知るっていうのももちろんいいことなんだけれども、やっぱりこのフェイストゥフェイスで話す楽しさ、リラックスさっていうのはが手に入るよっていうふうにね出てます。じゃあはい、じゃあね、今回の満月の過ごし方っていうことでカードを2枚引いていきたいと思います。で、これがピヨンと出たので、はい、これね、一人で過ごす時間ですね。はい、こちらからも1枚引いていきたいと思います。サクセス。なるほど。なんか素晴らしいカードが出てますね。まずね、やっぱりこう寂しいって思わなくて大丈夫だよっていうことだと思うんですよね。いろいろネットワークでつながっていること、それがつながらなくても、例えばあの人のことがねわからないような状態になったとしても、その一人の時間を大切にしてほしいなって感じ。そうすることによって新しいあなた、これすごくなんかこう新しいあなたにものすごく変化できそうですよね。すごいこれね、まあね、もちろん成功っていう意味なんだけれども、すごい大きな脱皮、それがねできそうな気がする。やっぱりこの満月ではね、手放した方がいいことと手に入ること、同じ鳥っていうカードが出たんだけど、でもやっぱり内容が全然違うよということ、そして手放すことによってこれだけの恋愛とかね、まあ、心の平和とかも含めて手に入るよって出てるので、よかったらこちらのカード参考にしていただければ幸いです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番のブルーの皆様。まず今回の満月であなたが手放した方がいいよということを、まずこちらのカードから3枚選んでいきたいと思います。さあ、手放すこと。ハートが出たね。なんかね、どんな恋愛してるのかな。コウノトリ。遠距離恋愛とかしてる人いるのかな。あとはなかなか会えない恋人とかね。先の見えない恋愛を、していたり、ね、会えていないあの人のことは、こっちはね、手放した方がいいことだからね。なんかね、それを表してるのかなーって気がするんだよね。諦めろって言ってるわけじゃなくて、一旦手放す。そうするとね、どんなことが手に入るのかっていうのをこちらで見ていく。そっかね。もうこれはズバリ恋愛でしょうね。じゃあどんなことが手に入るのか。すごいね、新しい出会いか。ライダー、新しい風が吹くね。なんかね、手放した方がきっとね、ブルーの皆様にとって幸せになれそうだね。幸せも月。もうこれ恋愛のカードです。わあ、なんかやっぱこうもう見ていただくだけでもう随分これわかるかなと思うんですよね。手放す方がもういわゆる恋愛。それも一旦終わった恋とかね、なかなか会えないあの人。もうそういうものは一旦手放しましょうかと。そうするとあなたには、ね、もしかしたらこの人かもしれないんだけどね、いわゆるね、新しい風が吹くんですよ。で、新しい風っていうのがこの人との新しい風かもしれないし、新しい出会いかもしれない。そしてね、トントン拍子にもう結婚だね、付き合うとか婚約とか結婚とか超ラブラブ、そういうのが手に入るっていうから、これはすごいですよ。じゃあもう少しね、手に入るものがどういうものなのか、で手放したらね、どういうものなのかというのを見ていきたいと思います。やっぱりね、すごく内面から大きく変わりそうですよね。これはね、こう悲しい恋って言っていいのかな、なかなかこう先が見えない恋で、もしね、これがね、いや、私たちは今うまくいってますっていう人であれば、あとはこうあなたの心にある執着って思っていただいてもいいかもしれない。それを手放すっていうこと。その人を手放すじゃなくてね。でもね、随分とブルーの皆様はね、もうね、頑張ってきたんだと思うんだよね、本当に。なかなか会えないとかね、連絡しても既読にならないとか、返信が来ないとか、とても辛い人が多かったんじゃないかって私は思います。でも本当にこの新しい恋愛とかかな、すごく心が、あ、生きるのってこんなに楽なんだみたいなね、そういう気づきっていうのもあるような気がしますよ。とてもあると思う。じゃあね、どんな恋愛が手に入るのかというところも見ていきたいと思います。すごいカード、パストリレーションシップだね。前世からの人なのか、過去の恋人なのかね、どっちだろうね。まあどちらにせよ深いつながりの人、いい意味で強くなれると思うっていうことも考えられる。っていうのが、これ子供のコウノトリっていうカードなので、子宝を表すんですよね。だからそれも一旦手放したらね、子供も手になんかね、来てくれるのみたいな。やっぱりこのさ、執着を手放すってすごいね。難しいんですよね。その願うこととそのしがみつくことっていうのが違って、これ本当に難しいんだけど、でもやっぱりこれがすごくいい例だと思うんですよ。過去を手放す、執着を手放す、子だから子供が欲しい欲しい欲しいという気持ちを手放すことによって、過去の今ね思っているこの過去のあの人が来てくれるかもしれない。そしてここで手放すことによって子供も来てくれるかもしれない。だからいかに執着っていうのが自分を縛ってしまっているのか、この満月でね、ぜひとも手放していただきたいなと思います。これは満月の過ごし方のアドバイスでカードを、はい、こちら引いていきますね。テイクアクション、とてもポジティブなカード、そしてこれもね、両方とも動こうだねすごく積極的なカード、今回の満月もうなんかすごい、このねブルーの皆様たちはポジティブに受け入れることができ、そのエネルギーがむちゃむちゃ糧になって、もう動けるよね、即行動みたいな。いや、すごいじゃないですか。むっちゃくちゃ元気になるような気がする。なんか僕元気みたいな。いや、もうこれに向かって頑張るみたいな感じで。本当ね、やっぱね、執着を手放すとね、これだけ楽になるんですよね。本当にそのね、いい例だと思う。いやー、なんか、とても頑張れるというかね、もう動ける、前向きに動ける。それが出てるからすごいなと思いました。もう一回まとめです。今例えば会えてない恋人、好きな人、過去の恋人とかがいるのであれば、一旦その人、その思いを手放してみましょうか。そして子供が欲しいと思っている人、そのお気持ちはわかります。でもその子供が欲しいというその執着ね、それを一旦手放してみましょうか。そうすると、ね、恋愛でも子宝でもあなたに新しい風が吹いて、ね、婚約とか付き合うとか、ね、もうなんかとても幸せなラブラブな恋愛。そしてこれはね、感性豊かっていう意味もありますし、好きだからね、やっぱり赤ちゃんっていう意味もあるので、やっぱね、手に入れることができるんだよね。そして今までの、過去生で出会った人かもしれないし、昔の大好きだった彼彼女かもしれないけど、手放すことによって逆に手に入る。そしてあなた自身がね、一人でも寂しくないっていう強さ、それも得れるのかなと。そして不思議だよね。ここで手放すことによって逆に赤ちゃんとか子供が来てくれる可能性があるのかなっていう、そういうカード出ています。はい、こちらが3番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。